今日も礼拝へと導かれます。今日も与えられるこの時間を感謝して、今日も私たちは精一杯主を見上げて喜びの礼拝、感謝の賛美を捧げていくことができるかと願います。まずはじめに聖書の御言葉を読みたいと思います。詩編の17編6節から8節の御言葉です。詩編17編6節から8節。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて右の手に来る者を救う方、私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。アーメン。主が今週も私たち一人一人をご自身の瞳であるかのように守ってくださることを感謝します。そして主の三翼の陰に我らをかくまってくださる恵みを覚えて感謝いたします。今しばらく祈りを持ってこの礼拝を始めていきましょう。では今日も元気に賛美を持って主を礼拝して始めてまいりましょう。Bye.
そうです。イエス様、あなたと一緒にいることが私たちにとって一番幸いな時間であることを思います。過ぎた1週間、いろいろなことあったと思います。良いことばかりではない。マイナスと思えることもあったでしょう。否定的な思いにとらわれることもあったでしょう。悲しみ、苦しみにとらわれたこともあったでしょう。この寂しい思いをした人もいることでしょう。しかし私たちにはいつも本当にこのように戻ることのできる場所が与えられていることを覚えて感謝します。それが主を礼拝する場所です。今日も主を礼拝するそれぞれの場所にイエス様、あなたのくださる平和で平安で満たしてくださいますように見上げます。期待します。感謝します。
る祭祀とする祈りのこと罪の生贄絶え間なく捧げるとき しもち仕事油が注ぐ
さらに礼拝所に戻ってくださり、